ヘンダーソン軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は10万7177人であり、2000年の8万9173人から20.2%増加した。軍庁所在地はヘンダーソンビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ヘンダーソン軍はアシュビル大都市圏に属している。 ヘンダーソン軍は1838年にバンコム軍の南部が分離して設立された。軍名は1829年から1833年までノースカロライナ州最高裁判所主席判事を務めたレナード・ヘンダーソンにちなんで名付けられた。1855年、ヘンダーソン軍の一部とラザフォード軍の一部を組み合わせてポーク軍が設立された。 1861年にはヘンダーソン軍とジャクソン軍のそれぞれ一部を合わせてトランシルベニア軍ができた。南北戦争の1861年、この時点ではトランシルベニア軍も含んでいた。ヘンダーソン軍は人口約1万人だったが、この中から南軍2296名、北軍にも130名の兵士を送り出した。ヘンダーソン軍政府は ヘンダーソンビルのメインストリートに1905年に建設された群長舎を中心にあったが、1995年頃、グローブ通りに新しい群長舎が建設された。1879年、ヘンダーソンビルまで最初の鉄道が開通し、外界との交通に新しい時代が到来した。しかし、フラットロックのリトルチャールストンなどは、 サウスカロライナ州のローカントリーの農園主家族が19世紀初期よりセカンドハウスを維持しており長い間イントン所として知られていた1920年代には大きな土地ブームが起きたが1929年にはじけた後は土地の価格が下がりジャンプオフ山頂のフリートウッドホテルのように未完成のまま取り残された建物もあった1960年代からは 他州からの移住者が流入して人口が急増し、それまで田園部だった地域を新しい住宅開発で一変させた。軍内の歴史的な場所としては、ウッドフィールドイン、詩人カール・サンドバーグの最後の家コネマラ、ウィルダネス・エピスコパル教会のセントジョンがある。今日フラットロックには、ブルーリーチコミュニティカレッジの主キャンパスがある。ヘンダーソン郡旧庁舎ヘンダーソン郡、新庁舎ヘンダーソン郡は、 地域自治体のランドオブスカイ地域委員会のメンバーである。5人の委員で構成される軍政委員会が統治し、日々の運営は軍マネジャーが行っている。毎年10月にヘンダーソン軍企画部が軍の統計情報を発行している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は375平方マイルであり、このうち陸地374平方マイル。 水域は1平方マイルで、水域率は0.28%である。軍内最大の水域はサミット湖であり、デューク発電会社が水力発電のための貯水池に使っている。ヘンダーソン郡はブルーリッジ山脈の中にあるが、フレンチブロード川とその主流で作られる山間盆地に位置している。軍庁所在地のヘンダーソンビルは山に囲まれたお椀のそこにある。 軍内の標高最低地点は、ロッキーブロード川沿いの1200フィート地点。最高地点は、標高5200フィートのヤングピスガーソンである。主要河川としては、フレンチブロード川、ミルズ川、グリーン川、リトル川、マットクリーク、クリアクリーク、ケーンクリーク、ハングリー川がある。ヘンダーソン軍は公式に9つの軍区に分割されている。ブルーリッジ、 クリアクリーク、クラブクリーク、エドニービル、フレッチャー、グリーンリバー、ヘンダーソンビル、フーパーズクリーク、ミルズリバーの各軍区である。その中でヘンダーソンビル市、フレッチャー町、ミルズリバー町が法人化自治体である。フラットロック村とローリーパーク町も自治体である。ミルズリバーとフラットロックが新しく、フラットロックは村長、競技会方式を他の自治体は、 協議会、マネジャー方式を採用している。ヘンダーソン軍は近年ヒスパニック系人口が急増しており、また隣接するバンコム軍と共に旧ソビエト連邦からの移民も多い。国内多州から引退者の移住も依然として多い。以下は2008年の推計による人口統計データである。進行する周波別に見た構成比は以下の通りである。無州派 44%バプテスト、23%メソジスト、5%カトリック、4%長老派教会、3%イギリス国教会、2%セブンスデーアドベンチスト教会、2%ルーテル教会、1%ペンテコステ派、1%その他の宗教、15%ヘンダーソン軍は、アメリカ合衆国会議員のノースカロライナ州第11、 選挙区に属している。2013年時点では共和党議員を選出している。軍内では共和党も民主党も活動的であり、軍庁所在地ヘンダーソンビルに事務所を構えている。2008年の選挙は激戦であり、歴史的に共和党の強い地域で民主党が善戦した。この共和党離れの傾向は、近年国内多州から引退者や若い専門職が、 流入してきたことと、田園部人口の多い群で、経済的な関心が高まっていることが理由と考えられる。政治のニュースと民間の事情は、ヘンダーソンビルの日韓紙、タイムズニュースで報道されている。ヘンダーソン群の自治体と群区5つの自治体の中で、群長所在地のヘンダーソンビルは、都市中心の性格があり、人口も最大である。その他の自治体は、 都会の様相が少なく、特定の文化や歴史的な地域を保存するために作られたものであり、隣接する町足に併合されることを避けるようにしている。軍内最古の町フレッチャーは1989年に法人化され、隣接するバンコーム郡の自治体による併合を避けた。最新の町ミルズリバーも地域では最大であり、2003年に法人化された。リンゴは、 冬の冷涼さが必要であり、また夏の暑さと湿度は受け付けられないので、ヘンダーソン軍の標高が高いことによる涼しい気候が、リンゴ栽培に適し、リンゴの難減になっている。特に第二次世界大戦以降にリンゴが、軍の主要農産物となっていたが、近年は、土地開発の波が押し寄せている。リンゴ栽培を称える心が強く、毎年レーバーデーゴロに開催される。 ノースカロライナリンゴ祭は数万人の観衆が集まるキングアップルパレードで頂点を迎える。ありがとうございます。